お、和田さんどうした、正月か確かに雨横か雨横、確かにそんな感じのいいです初めてじゃないか、日本人来ましたね。これもなんか確かコメントでやってくれっていうのあったような気したな。高橋雄一の鮭、はい、鮭ですよ、はい、これ疑問も何もないだろ、鮭だよ。そうなんですよね。でもなんで鮭を書いたの好きだったのかなって、わざわざ、はい、わざわざ鮭、あだまき鮭。高橋雄一ですね、これ、はい、この高橋雄一という画家はですね、はい、もうこの方ですよ、もうこんな写真しかないですけど、この方はもうあれですよ、日本で初めての本格的な洋画を描いた本格的洋画家、日本初の本格的洋画家って言われる人ですよ。だそれまでも例えば江戸時代も芝交換とかね、その長崎でオランダのあれ入ってるから、それを見て西洋画的な絵を描く人はいたんだけれども、まあ、本格的に洋画を習って油絵で描いた初めての人はこの高橋雄一とも言われてるんですよね。でこの人がちょっとどういう人だったかっていうところから、この鮭を理解するにはですね、話していかないといけないと思うんですけども、もうこれ日本で初めての洋画って言われたから、この人もともとお侍さんなんですよ、武士なんですよ。で武士も武士で、あの佐野、今栃木県かな、栃木県佐野市の佐野藩、まあ堀田藩なんですけども、そこの佐野堀田藩士なんですよ。でしかも代々新影流の、あの藩の剣術指南役のお家に生まれたバリバリのお侍さんだったんですよ。だけど絵うまくてこれ2歳の時にあの人の顔描いてみんなが驚いたっていうぐらい絵がうまかったんですよ。でその後子供の頃にこの藩主堀田正平っていうのかな、あの藩主のこうお付きの金獣っていう若い子供たちがね、こう将来有望な人たちが藩主の子世話をする係として近住となって藩主のところに仕えるんだよ。とそこにこう出入りの狩野派の画家がいるじゃないですか、藩のお抱えの。その狩野派の画家から絵習ったりして、まあ、めきめきうまくなっていったんだけど、まあ、剣道もやらんとあかんぞみたいなことで、まあ、絵はあくまで趣味だみたいなことで、まあ、育っていったわけだね。だけどやっぱこの人剣道より絵の方が得意だったらしくて、絵がどんどんめきめき上手くなって、で狩野派の号ももらってね、あの蘭仙っていう、あのインディゴの愛に変わって書くんだけど、そんな号をもらうぐらい絵が描けるようになっちゃって、で東京の、まあ、この人はあの佐野藩の人だけど江戸の、あの藩の屋敷で、あの生まれ育ってるから広尾稲荷っていう神社があるんだけど、そこの天井にあの龍の絵描いたりしてるんですよ。もうねだいぶこれ色が落ちたとか、ここ龍の顔があって、まあ、こんぐらいのもう日本画は描けたわけですよ。まあ、こんなのも見て、この当主がおじいちゃんだったんだけど、高橋家、ね、おじいちゃんも、いやもうお前だったらもう剣道よりも絵で行った方がいいんじゃないかって許されたんですよ。それで今度はあの谷文晁の系統の絵師のところに弟子入りするんですけれども、ちょうどそんな時にですね、西洋から入ってきた石版画を見るんですよ。でリアルじゃん、うわってなって、いやこれからは西洋画じゃねえかって、日本画じゃないんじゃないかってなるんだよね。それで1862年、24歳の時に蛮書調べ書画学局っていうところに入るんだよ。その蛮書調べ書の話はピンときてないだろうあの後で説明するよ。まあ蛮書調べ書画学局っていうところに入って、そこに同い年の川上東外っていうね、やっぱり画家がいたわけで、東外の方が先にちょっと洋画をやってたから、東外と一緒にこう洋画を学んでいくんだよね。じゃあ川上東外の方が
西洋が早かったんじゃないかっていうのかもしれないんだけど、当該が書いてたらまあこんな感じなんだよ。持ってきてやってよ。誰だ和田これ、ナポレオン、はい、和田が喜ぶだろうと思ってでもこれも もうほぼまあ水彩なんだよね。ちょっと西洋画的な陰影がついたりしてるけどね、まあこういう絵を描いてた川上東海と一緒に洋画を勉強するんだよ。だけど長崎経由でね入ってくる、それだけじゃあ分からんと。もう完成された絵を見たり絵の描き方の本読むだけじゃ分かんないと、直接習わないとダメだってなった時に、もう当時横浜にも居留区ができてて、でそこでジャパンパンチっていう雑誌を出してたチャールズ・ワーグマンっていうイギリス人がいたんだよ。でこのジャパンパンチっていうのが絵でいろんなことを紹介する本だったのね。政治風刺漫画とかがいっぱい書いてある。で漫画のことを昔の人はポンチ絵って言ったんだよ。でそれは何でかというと、このジャパンパンチ、パンチに乗ってるような絵っていうことでポンチ絵って言った。だからその、まあ、日本の漫画の一つのまた源流になるやつなんだけど、それを出してたチャールズ・ワグマンっていう人のところに弟子入りして、そこで初めて本格的な西洋画、油絵使ってどういうふうに使うのかっていうのをね学んでいくんだよね。でちなみにこのワーグマンっていう人はもともとイラストレイティドロンドンニュースっていう、やっぱりロンドンで出た英理新聞の特派記者だったの。それで江戸幕府のところにさ、オルコックっていうイギリス公使として日本に来た人に随行して日本に来たんだよね。だけどその頃日本は攘夷運動の真っ最中じゃん。でそんなイギリス人が日本に入れるのはけしからんって襲われるんだよ。あそこの高輪のね東禅寺っていうところがそのイギリス公使の宿舎だったんだけど、そこを藩士が襲う東禅寺事件っていうのがあって、でワーグマンもだからそれに合ってるんだよ。襲われた時にいたんだよ。で早速イラストレーティッドロンドンニュースにその話を絵を描いて送ってるんだよね。ドカドカドカって踏み込んできてあれしてるところなんだけど、まあこういう人に西洋画、本格的な西洋画を高橋雄一は習ったわけですよ。で1867年に江戸幕府がパリ万博に参加するだろう。その時に高橋雄一も絵を出品したりなんかしてるんだよね。それで明治維新の後にはもうその1867年もすぐ明治維新じゃん。で明治維新の後にはね大学南校っていうところであの絵を教えたりしてたんだけど、全部まあそういうの、1873年明治6年にはそういう公の勤めは辞めて、日本橋の浜町に天会社、天の絵の会社の社ね、天会社っていう画塾作って、そこであの皇族を育てるんですよ。でそこはね洋画も日本画も両方教えてて、洋画だと原田直次郎っていうね後にドイツに留学する、画家とか、それから日本画は川端玉章って言って、これもまた多くの弟子を育てた有名な、そう川端画学校っていうのを作った人なんだけど、そういう人たちを高橋雄一育てて、それで明治27年1894年に66歳、まあ、数え68歳で亡くなったと、まあそういう人なんですよ。それが高橋雄一でしょ。元お侍さんだったのが日本で初めての洋画家になって、たくさんの皇族を育てたっていうのはこの人だったわけだよ、ね、でじゃあそんな人がなんで鮭だっていう話な。話はさっき後で話すと言ったその番所調べ所っていうところに戻るんだけど、番所調べ所っていうのはね、これどういうとこかっていうと、1853年に黒船が来るだろ、はい、黒船乗ってたの誰だっけ、ペリー、そうですペリーが来るでしょ、ね、開国しろって言ってくるでしょ。で慌てるわけだよ幕府、あかんと、西洋のことを勉強せなあかんのじゃないかと、西洋がどうなっとるか、世の中どうなっとるかっていうこととか、それからあんな黒船とかどうやったら作れるんだみたいな、そういう西洋の技術をね勉強しなきゃいかんのじゃないかって言って、その西洋のことを勉強するために作った教育機関が番所調べ所なんだよ。
で、まあ、後にそれが改正所っていうのになって、明治維新以降大学難校になって東大になっていくっていう、まあ、そういう教育機関なんで、あと東京外語大学もその場所調べ所系だから、そこでどういうことをあの勉強してたかっていうと、みんな、まあ、一番は語学だよね。オランダ語とは英語やってたんだけど、そのうちフランス語かとかドイツ語かとかできてんだよ。江戸幕府もやってんね、ちゃんと。でそれ以外はまあ天文地理、あ、世界どうなっとるかみたいなことあるじゃない。からまあ数学、まあ、いろんな技術の基礎になる数学やで、機械、いわゆる工学だよね。あとあの大砲とか作るための精錬、鉄の精錬術とか、それからあの経済だよね。物産学って言ったんだけど、どういうものがどこで作られてどういうふうに売れてるかみたいな、そういう勉強、そういう学科があったわけだよ。でそんな中になぜか雅楽局って言って絵をやる科があるんだよ。これがなんでだったと思う？異色じゃん、語学とか工学とかさ、経済とかやるところにポンと絵画部があるんだよ、雅楽局が。うん、あれチンボルドの時やったみたいな。でもこの時代写真ありましたっけ？写真はあるんだけど、あるんだけど、なんか印として残すためみたいな。うん、一つは記録なんだよ。やっぱり写真あるけど、あのめっちゃシャッター長いし、だから動きのあるものそうそう撮れないし、あと色ないし、だからまず記録っていうことが一つ大きな、あのアルチンボルドの時にさ、はい、やっただろう、鳥とかを記録しておく、はい、それと同じで、まあ、鳥とか動物とかもそうだけど、それ以上に西洋から入ってきたいろんなもの、それをまず図解しなきゃあかんだろう。でそれをリアルに図解する、あるいは戦争中に敵陣視察とかでパーッと書いてきて、で敵陣こうなっておりますみたいな偵察。実際高橋雄一って戊辰戦争の時にそれやらされてんだよ。そういう写真代わりの記録としての意味ってなってる。でもう一個は製図なんだよ。だから機械の設計とかするときに製図ができないとダメだろう。だからその日本画のなんていうかフリーハンドのあれじゃなくって、西洋のこの遠近法とか幾何学に基づいた画法、製図ができないと図面が描けねえじゃん。だからこの2つの需要が、だから近代化のために必要だったんだよ、西洋画の技法をマスターするっていうのが。だから雅楽局があの工学部とか、ね、外国語学部と並んであったわけ、うん、ここが一番重要なポイントで、日本人にとって西洋画って何だったのかっていうと、一番最初は物事をリアルに記録できる、要するに近代化、殖産工業に役立つ技術だったんだよ。それとして始まったっていうところが大きなポイントなんだよ。アートとして始まったわけじゃないんだよ。産業を支える大事な技術として始まったっていうことなんだよね。それは唯一にとってもそうだったんだよ。西洋画の意味っていうのは、ものをリアルに正確で描けることだと。これが洋画の意味であるっていうのは唯一にとってもそうだったわけ。だからの鮭なんですよ。つまり西洋画っていうのはこんなにリアルで、あの写実的に描けるんだよと、日本画と違って、こう影とかも陰影とかもついてるしね、もう立体的に、あと物の質感とかも表現できますよっていうのを、みんなに西洋画を見たことがない人たちに教えるためには、みんなが知ってるもん描かんとあかんだろうっていうのがあるわけですよ。見たこともないさ、さっきのさナポレオンとか見、この見せてもさ、いやそりゃ西洋人だからこういう顔してるんだろうみたいな、日本人は浮世絵だよで終わっちゃうけど、鮭描けば、あ、本当だって、鮭見てたなって
本物みてえだなってみんな思うわけだよ。でやっぱりこれさ、なんで鮭選んだかっていうとさ、この皮のこう皮のとこはちょっと乾燥して、あと銀皮のとこが銀になってて、こう乾燥してちょっとベコベコになってるとこで、身のところはさ赤くてこう照りがあって、で荒縄のこの質感とか分かりやすいんだよ。あ、こういうのを表現できるんだな西洋側っていうのは、が非常に表現しやすいアイテムだったんだよね。で、あ、こりゃいいやっていうんで鮭を描いたんだよ。で、この同じ時期にもう一つ雄一が描いてるのが豆腐なんだよ。これも何描いてんだって話なんだけど、これもやっぱりこの豆腐、木綿豆腐と焼き豆腐と、これなんだ、これは卵焼きだと。違う、これ油揚げだよ。豆腐シリーズなんだから。卵焼きだと思ってました。だから失敗したんだよ、ゆういち。だこの豆腐と焼き豆腐と油揚げの質感の違いを表現できるんだぞっていうことをみんなに見せて、これ豆腐だったら誰でも見たことあるから分かるだろうと思って書いたら、和田に卵焼きって言われちゃって、もともともなかったっていう話だ。こういうことなんだよ。唯一にとっての西洋画っていうのは、何もその自己表現でもアート表現でもなく、物事をリアルに記録するための技術なんだよ。だからやっぱりその明治維新後とか、まあ、こういうのはだからみんなによく分かるようにって書いたやつだけど、その画家としての作品っていうのも基本肖像画が多いわけですよ。例えばこれ花魁ね、これも重要文化財、さっきの鮭とこれが重要文化財だよね。もうこの花魁をこんなにやる、かんざしとかもこんなにやる、こんなだったんだって、逆にもうこれで当時の花魁が分かるっていう、カラー写真がない時代にね分かるっていう感じですよね。それからまたあと偉い人たちの肖像画だよね。これは大久保利通、岩倉具視とか、まあこういう偉い人たちの肖像画を雄一はいっぱい描くことになるわけですよ。で、明治14年からは山形の県令、今の知事だよね。山形の知事になった三島通用っていうのがいるんだけど、三島道常。この人に依頼されて山形を近代化すると、で市街をねどんどん作っていくから、それを記録してくれって頼まれて、ずっとその山形市内の工事とか街並みを描く仕事をやってるんだよ。これ山形市内、うん、でこんなのもさ、今じゃさ偉い画家に頼める仕事じゃないじゃん。工事の様子書いてある記録してくださいとかさ、町の、まあ、絵描き代わりの、ね、写真代わりのこう絵描きみたいな絵描いてください。だけどいや、むしろ唯一にとってみればそれこそ俺の仕事、はい喜んでの仕事なんだよね。でもやっぱりこうやって見てみると、やっぱり遠近法がダメなんだよね今と。これね、やっぱ明治の初期の洋画家の作品見ていくと、なんだかやってるはずなんだよみんな、やってるはずなのにいまいち遠近法が微妙なんだよ。だからそう簡単なことじゃないんだ。もう俺たちは今当たり前に思ってるから誰でも遠近法的な絵って描けるんだけど、人間にとって全然あれ自然じゃなくって、結構描けないもんだなっていうのは改めて思うよ。単にこれも透視図法だけで描いちゃってるから、そうすると逆に遠近感あんまうまく出ないんだよね。唯一の絵とか見るとそれすごく思いますよ。まあそんな感じなんですよ。だから日本の洋画っていうのは、この高橋唯一の作品が物語るように何度も言うけど、そのアートとしてよりも近代化を支える技術の一つとして、まあ、発達したんですよ最初は。だからね、最初の国立美術学校ってどこだと思う？東京芸大。みんなそう思うんだよ。東京芸大の前身が東京美術学校なんだけど、東京美術学校が最初の美術学校だと思ってるんだけど、そうじゃないんだよ。
最初の美術学校はやっぱりだから東大の中にあったんだよ。あ、うん、で最初の美術学校は工部美術学校っていう、工業の工だよ、工部美術学校っていうのが、あ、まあそれが大学南校から大学南校雅楽局っていう、それがまあ大学南校っていうのが後の東大な、うん、そこにあった雅楽局が独立して工部美術学校っていうのになるのね。でなんでこの工部っていう話なんだけど、これは工部省なんだよ。工部省っていう省があったわけ、今の、経産省、経済産業省と、あと農林省がの一部だから、あの工業をやるから工務省なんで、だから文部省じゃないんだよ。文部省じゃなくて工部省付属の美術学校が日本最初の美術学校なんだよ。で経産省管轄なんだよ。でそれがよく物語ってると思うんだよ。アートとか教養じゃなくて技術だということなんだよね。でその工部技術学校でこう教えたり学んだりした人たちの多くは、その幕府番所調べ所雅楽局出身の人たちで、幕府番所調べ所出身っていうことはほとんどは幕臣だよ、江戸幕府側の人たちだよ。だから日本の洋画の最初っていうのは、その江戸幕府の幕臣たちが経産省管、工部省管轄でこうやってた、そこからスタートしたんだよね。でそれがよ、東京美術学校ができたのは明治20年だ、1887年ね。でそこに洋画家ができたのはさらに遅くて1896年、明治29年だよ。でそこでようやく洋画家が東京美術学校にできた。でそこに来たのが黒田清輝とか久米慶一郎とかで、この人は、黒田清輝は薩摩で、久米慶一郎は肥前佐賀県な。だから要するに薩長都比だよ。だから工部美術学校が幕府だとしたら、東京美術学校は薩長都比なんだよ。でそっちが主流になっていくんだよ。ここでも明治維新が行われちゃうんだよ。で幕府の人たちが、工部美術学校はフォンタネージとかさ、古典的な画家を先生に呼んですごい古典的な絵をやってたんだけど、東京美術学校黒田清輝フランス行ってさ、中途半端に印象派とか勉強して帰ってきて影紫にしたりしてるじゃん。これからはこれだよみたいなことになって、で工部美術学校出身の旧幕臣系の画家たちは旧派って呼ばれて、で黒田清輝たち薩長都比系の画家たちは新派って呼ばれて、その人たちが主流になっていくっていう、この辺の流れはね、またこの明治の洋画シリーズっていうのを、もし視聴者の皆さん興味あればまたやっていきたいと思うんですけどね。日本画からこんなに西洋画になるんだなっていうのは、なんかやっぱサポートもあったからなんですかね。サポートもあったし、やっぱ器用なんだよ日本人って。あ、その前はだってもう野球進化芸人トーってねやってた人だよ。トーってやってた人たちだしさ、このさ変わり身の速さすごいんだよ。だってさ、これだぜ上位って言ってあとこの後は生麦事件とかもさ、散々薩摩藩士やらかすわけじゃん。それがさ、そっからさ20年か、そこらでさ、黒田清輝フランスから帰ってきてさ、いやこれからは紫だよとか言ってるわけじゃん早いよ、この切り替えすごいよ。人ってそんな簡単に変われるんだって思うよ。だけどやっぱり早いなって思うと同時に、さっきも言ったけど、こういうの見てみると、いや言うてなかなか本格化するには時間かかってますっていうのはあるんだよね。これ全部に言えることなんだよ。やっぱり日本の明治維新とかって突貫工事なんだよ。だからある程度のところまではものすごいスピードで行ってるんだよ。だけどそっから先はなかなか進むっていうか、そこで止めちゃうから、あ、まあ8割行ってりゃいいやって、8割西洋ができてりゃいいやで、なっちゃうから、そっから上がないんだよね。なかなか時間がかかるんだよね。全部そうだよ、時計とかもそうだよ、うん、まあそんなわけで
話を元に戻すと、いや、なんで鮭なんだと。これは西洋画っていうものがいかにリアルに陰影とか質感まで、いかに西洋画がものをリアルに描けるかっていうことを訴えるために、誰もが知ってる荒巻鮭というのをあえて頑張って描いてみたんだよということですね。でこれは成功した。これはいいですか、和田さん。はい、鮭すごい上手です、はい。でこれは失敗した。で和田さんに卵焼きと言われてしまう、はい、すいませんですね。はい、はい。日本の西洋画家シリーズの第一弾ということで、はい、高橋由一さん、はいはい、やりましたね。はい、私はその元お侍さんが、うん、あの西洋画家、ね、そうだよね、驚いたよね、はい、すごいなって。あと記録のために雅楽を使ったっていうのもなんか面白いなって思います、ね。今だとちょっとさ、はい、あの絵画っていうともう芸術アートっていうイメージだけど、はい、そんな実用的なところからね、はい、入ってたんだっていうね。絵の方に、はい、じゃあちょっと聞いていきますけどこの絵は何ですか？これは、はい、まず、はい、これはあの豆腐とかの絵なんですけど、うん、私がこれを卵焼きだと思っててごめんなさいっていう意味の絵で、謝罪のあれ、はい、謝罪の意を込めて描きました。で、はい、これは、うん、あのペリーと、うん、レオナルド、レオナルド、あ、ナポレオン、何レオナルド、違う、はい、ゴローさんがナポレオンが好きだからって、うん、持ってきてくださったんですけど、有名すぎて、うん、なんか本当にいたのかなレベルの人たちとなんか関わっててすごいなと思って。関わってたんだっけ、あれ関わってなかったでしたっけ、関わってたの。ナポレオン同じ時代の人ではないでしょ見てないでしょ実際ちょっと確認します。確認しましょう、はい、これはあの実際にあの広稲荷神社に行って、ね、はい、写真をご協力いただいて、はい、写真撮りに行った時に見た天井の竜の図を真似して描いたんですけど、うん、実際行かせてもらって、うん、その広尾あたりも探索して、うん、ラーメンが美味しかったです、ね、あ、確かに帰りにね、はい、うん、もう初めてまあロケに出たの、はい、まあ、写真だけどね、はい、はどうでしたか？楽しかったですね、うん、なんかあのよくこういう天井に竜の図書いてあるやつって、うん、テレビとかで見るんですけど、うん、実際見れたのが初めてだったので、うん、なんかすごいなと思って、結構ずっと見てられる感じでした、うん、ね、ちょっとおぼろげになってるのが、はい、よりなんか味わい深いというかね、はい、歴史感じさせてね、はい、あとは山形県庁の方にあの最後に出てきたあの町の絵、うんうん、借りたんですけど、 あれもちゃんと許諾を得て使ったんですけど、うん、あのすごい優しい方だったなっていう。このチャンネルは皆さんに支えられて運営されてますね、はい、はい、ありがとうございます。あ、でちょっと今の聞いてあれと思った方もいるかもしれないですけど、実はあのこの日本の西洋画家シリーズは全部和田が編集してるという、はい、実はね、はい、なぜか和田担当になってますね。そうですね、日本画担当になってます。まあ日本画じゃないんだけどね。あ、まあそうですね、うん、日本画じゃないや、日本の西洋画担当、はい、ということで。どうですか？難しいです。難しい、はい、なんかいろんな派、なんとか派とか漢字ばっかりなんで和田さん、今日はお品書き何ですか？はい、今日はこちらです。あ、いいですね。これ原田直次郎の気流観音ですよ、はい、何かなんか油絵なのに、うん、日本画っぽいのがなんか違和感を感じて、うん、なんでなんだろうなと思って。おー、違和感感じますか？はい、はい、これ油絵なんだよね、うん、だけどもうほぼ仏画、はい、日本画の仏画みたいだということですね、はい、やりましょう明治洋画シリーズ、
高橋由一に続く第2弾ですよ、原田直次郎桐生観音ですね。これ非常に大事な作品ですよ。あのこの明治洋画シリーズなんだけど、これはなんか結構興味ある視聴者の方多かったみたいなんで、おすすめしたいのがですね、こちらのもうこれもうでも大昔にもうタバコでこんな色になっちゃってるけど、羽賀徹先生の絵画の領分っていうあの著書があるんですよ。これもう1984年にもう40年近く前に出た本なんだけど、いまだに名著ですよ。この明治の頃のその洋画の事情が非常によくわかる本なんでね、ご興味ある方はこちらなんかも読んでいただくといいと思うんですけど、この原田直次郎についても非常に詳しく書かれていますよ。でまずじゃあその原田直次郎、まあ、どんな人かっていうところからね、紹介していきたいと思うんですけれども、まあ、この方ですね、どうですか何和田さんのお好みではない、はい、あそうですか和田さんのお好みではないですか、残念です。この人1863年文久3年ですよ、江戸時代ですよ、にあの小石川で生まれてるんですよ。で1899年、明治32年に亡くなっちゃってる、つまり36歳で亡くなった。ゴッホより短命だった。その短命の中にね、結構この人は時代の変化に翻弄された波乱の人生を送った人なんですよ。でこの人お父さんが大変偉い人で、原田和道、一つの道って書いて一道とも読むんですけども、お父さんこの人はあの岡山の分藩の鴨方藩っていうところの藩医さん、藩のお付きのお医者さん の家柄の人なのね、うん、で江戸に出て蘭学、あの西洋の学問とか、から洋式兵学、西洋のその軍隊のあれを勉強して、で1856年に例 の西洋のいろんなことを研究する蘭学調べ者の教授見習いになるんですよ。でちょうどその頃高橋由一があの雅楽局に、まあ、ちょっと後だけど入るっていう、その蘭学調べ者に行くんですよね。それで1863年にこの横浜鎖港談判使節団ってのがあるんだよ。横浜を開港しないで閉じさせてくれっていうのを談判しにヨーロッパに行った使節団がいるんだよ。でこの使節団、日本人で初めてピラミッドに行った施設なんです。ここピラミッドに侍いっぱいいるだろ。この中に原田和道もいるんだよ。それでこの時にこの人はそのままヨーロッパ行って、そのまま居残ってオランダの陸軍士官学校で4年勉強して帰ってくるんだよ。でさらに明治になってからも岩倉使節団、岩倉智美の使節団にくっついて今度アメリカにも行ってるのね。でもうエリート中のエリートなんだよ。だから陸軍少将になって、で貴族院議員にもなって、男爵も授与されてるっていう、そういうお父さんの次男なんですよ。だからもうバリバリ名門のお家に生まれた人なのね。だから10歳で当時の東京外語学校、今の東京外語大の前身なのかな、そのフランス語科に入るのよ。それで18歳で卒業して、もう18歳で結婚して、でも20歳の時にはお嬢ちゃんが生まれてる。でそうやってフランス語を勉強する傍ら、ちっちゃい頃から絵が得意で絵を習ってるのね。それで20歳の時にそのお父さんと蘭学調べ所で一緒だった高橋由一に弟子入りするんですよ。でこれが原田直次郎が書いた高橋由一、これ晩年なんだけど、うまいでしょ、はい、うん、まあ、こううまい人なんですよ原田直次郎。高橋由一の展開者で勉強して、それで1884年21歳の時妻子を置いてドイツに留学するんですよ。でここで疑問ですけども、この人何語やってたっけ。フランス、そうフランス語やってて、絵をやりたいっていうのに、なんでフランスじゃなくてドイツ行ったんだっていう、普通フランスだろうとこの時代なんですけど、実はこれには理由があって、原田直次郎がドイツ行くのと入れ違いに、お兄さんの原田豊吉っていう人がドイツから帰ってくるの。でこの原田豊吉っていう人はなんと14歳の時にドイツに留学して、向こうで博士号まで取ってきた人なの。で日本人で初めての地質学者なんだよ。
この人が帰ってくることによってナウマンがあのナウマン像を見つけたナウマンが仕事なくなってドイツに帰っちゃったっていうぐらいの地質学者なの。でその人がミュンヘン大学で古生物学、まあ、地質やるか化石とかそれ、それを勉強してたんだけど、その時にミュンヘン美術アカデミーの教授だったのがガブリエル・フォン・マックスっていう人なんだよ。でこのガブリエル・フォン・マックスは骸骨を見る猿、これ描いた人なんだよ。でこの人は人類学にやたら興味があって、あのダーウィンの進化論とかさ、そういうのにものすごいハマってて、化石とかさそういうのにすごく凝ってた画家なんだよ。それで直次郎のお兄さんの原田豊吉は古生物学やってただろ、で大学の講座やなんかで一緒になって興味が同じだからってんで仲良くなって、でこの人は何しろミュンヘンの美術アカデミーの教授だから、直次郎が留学するって時にミュンヘン美術アカデミーの教授のいいやつ知っとるぞと、あいつのとこ行けば間違いないぞっていうことで、それでドイツに行ったんですよ。そしてこのガブリエル・フォン・マックスのとこで勉強することになったのね。でフランスじゃなくてなんでドイツかっていうあれなんだけど、そのミュンヘン美術アカデミーっていうのも悪くないんですよ。これあの森鴎外がその後ドイツに入学してね、ミュンヘンで原田直次郎と友達になるんだけど、森鴎外も書いてるんだけども、まあ、歌方の木っていうあの後でお話しする小説に書いてるんだけども、校長がカール・フォン・ピロティっていう、まあ、当時バリバリに有名なあの画家が校長になってて、でその下にフランツ・フォン・デンバッハって、これもドイツではすごく大事な画家なのね。あとオーストリアで後にクリムトの師匠やなんかになるハンス・マーカルトっていう人やなんかもここで勉強してた。で何よりも直次郎が行った頃には、直次郎と同い年でフランツ・フォン・シュトゥックっていう人がやっぱり学生でいたんだよ。でこのシュトゥックっていう人は後にカンディンスキーとかクレーの師匠になるミュンヘン分離派を立ち上げた大人物なんだよ。それがもう直次郎と同級にいたっていうぐらいで、まあ、そのぐらいの学校でもうパリに次ぐ、まあ、美術の中心地ではあったから、まあ、ミュンヘンに行くのはあながち的外れではなかったということなんだよね。でこの人は何しろこのガブリエル・フォン・マックスとお兄さんが親友ってこともあって、まあ、学校の中にあの専用のアトリエを用意してもらったり、学校の真ん前のカフェの2階に下宿して、それで3年間みっちり西洋画を勉強するわけですよ、直次郎は。だからその古典主義から始まって当時のロマン主義、写実主義、象徴主義まで、印象主義だけやってないんだよ、その技法をもうほぼ完全習得していくんだよね。でこのドイツ時代の直次郎の作品で代表作としてよく出てくるのがこれなんだよね、靴屋の親父っていう靴職人の。どうですか、上手です。いいでしょ、はい、ちょっとクールベっぽい、こう写実主義が入ってる感じなんですけれども、非常にこの人の性格まで頑固そうな間違いなく頑固そうな、グッドイヤーウェルトの靴とか作ってそうだよね、これね。マッケイは作らない感じの人ですよ、わかんないと思う、はい、あの靴の好きな方はわかりますよ、はい、ノルベゲーゼとかやりそうな人ですよ。こんな絵を、まあ、描くまでになったわけです。であのもちろん若いから絵の勉強ばっかりじゃなくて青春を謳歌するわけですよ。でその時に医学の留学生で来て、で一緒に青春を謳歌したのが森鴎外だったわけですよ。でその森鴎外がミュンヘン時代の原田直次郎をモデルに書いた小説が歌方の木っていう小説なんですよ。読んだことある？ないです。多分教科書とかに載ってるよ、擬古文の。擬古文、うん、あのちょっとわざと古っぽく書いた文章なんだよ、ちょっと古文みたいなんだよ、はい、これはだから実際にこの原田直次郎とミュンヘンでの彼女の物語と、それからその頃のバイエルンの王様って誰だったか知ってる？わかんない。ルートヴィヒ2世って人なんだよ。聞いたことある。聞いたことあるでしょ、はい、そうなん。お城いっぱい作ってあの国を傾けちゃった人だよ。ワーグナーが大好きで、自分がワーグナーの楽劇に出てくる白鳥の騎士ローエングリンだと思って、でやたらものすごいお城いっぱい
作っちゃって、その一番有名なのが世界遺産にもなっているノイシュバンシュタインだよ。あのディズニーランドのシンデレラ城のモデルと言われる、はい、あのお城だよ。あれよくさ中世のお城って書かれてるんだけどさ、中世じゃないんだよ、近代になってから中世っぽいのを建ててるところがどうかしてるんだよ。それであのやっぱりちょっとおかしな王様で、お医者さんと一緒にこう別荘にあの隔離されて療養してたんだけど、ある日湖に入ってっちゃって、まあ、自殺なのか何なのか分かんないんだけど亡くなっちゃうんだよ。でそれがちょうど直次郎とか鴎外が言ってた頃なんだ。だその事件と原田直次郎の恋愛物語を絡めた小説が歌方の木なんだよ。面白いんだよ、ちょっと面白そう、うん、でそこにも出てくるんだけどもね、そのミュンヘンのねあのカフェミネルバっていうところにね、まあ、学校の真ん前だから、あの画学生、美術大学の学生たちがいっぱい集まってガヤガヤやってんじゃん。そしてそこにこうエキステルっていうやつが入ってきて、エキステルにあらずやみたいな、こんな感じの文章だよ。なお品でありつるよみたいな、まだ生きてたのかみたいな。そんな、それはあの実際にいた画家でユリウス・エクスターって言って、原田直次郎のあの向こうでの親友になった画家なのね。でエクスターが描いた原田直次郎の肖像っていうのがあるんだよ。これある日本人の肖像って言われてるけど、間違いなく原田直次郎、これミュンヘン時代のユリウス・エクスターが描いた肖像画なんだよ。まあこんな感じで向こうで友達もできて、でさらに彼女ができたわけですよ。でそれはさっきも言ったように、直次郎はそのみんなが集まるカフェの2階に下宿してたでしょ。そのカフェのウェイトレスさんと同棲、それがマリーって言うんだよね。で歌方の木の主人公の画家コセって言ったかな、それが付き合ってる女の子もマリーなんだよ。だから実際直次郎が付き合ってたカフェのマリーがね、あのモデルなんじゃないかと一般には思われてるんだけど、ハガトール先生は違うと言うんですよ。それはマリーではないと。で原田にはもう一人彼女がいたと。でそれは美術学校の同級生で、多分これは羽賀先生の推測、この人がそうなんじゃないか。これ原田直次郎が描いたドイツの少女っていう絵なんだけど、この人がその美術学校の同級生のチェチリア・グラフファットっていう、こっちが森鴎外がモデルにした女性だと言ってるんですよ。でそれはなぜかというとね、森鴎外はあの豆な人だから日記をつけてるんですよ。でドイツ滞在中の日記もなんか特別なことない限りすごく簡潔なんだよ、すごく短いんだよ。そんな中で特別に長いのがあって、それが原田直次郎の彼女について述べてるところなんだよね。ところなんです、これさ森鴎外さ結構ひどいんだよ。でね、これまあ長すぎてこう全部読めないんだけどさ、15日原田直次郎その小宅をランドエールシュトラーセにボックス、だから彼女と一緒に、違うところに引っ越したんだよ。で妾の名はマリー・フーベル氏ね、マリーだよ、あのほら奥さんいるからね。かつてミネルバ国旗店カフェミネルバのはしためたりだ。こっからがひどいんだよ。要望はなはだ上がらず面青くしてエクソース、顔が青くて体が痩せてる、また再起なし病人の情は今病室にも比べつべしだ。これだからものすごい、このマリーは要望が鼻だ上がらないと、で再起もないと。で一方原田のかつて芸術学校にあるやチェチリア・プファッツという美人あり、エルランゲンフ大学教授の即女なり、霊発切皮、目鋭く鼻高し、語は英仏に通じ、文筆の際も人に超え、その父の著作その手になるもの半ばにすぐという、ものべた褒めなんだよ。髪の毛は綺麗だし肌は白くてね、目はキリッとしていて鼻が高くて、英語もフランス語もできて文章も書けて、お父さんの大学教授の半分は彼女が書いたんじゃないかとまで言われてると。しかも両家の子女、
なんで原田はよりによってそのマリーの方と同棲してるんだっていうことを延々と書いてるんだよ。要は理解できずっていうことを普通こっちだろうみたいなことを延々森鴎外書いてんだよ。だからその森鴎外だから歌方の木のマリーっていうのはやっぱり実はいいとこのお嬢さんで、まあ、苦労しててみたいなんですごくなんていうか才能もあってみたいな人なんだよね。だからどう考えてもこっちをモデルにしたんじゃないかと赤藤先生はおっしゃってるんだけども、まあそんなモテモテライフを送ったですよ、うん、だから興味のある人はぜひねこの歌方の木と合わせてこの絵画の両文を読んでいただくと、いろいろ面白いんじゃないかと思うんですけれどもね、うん、それでそんなモテモテライフを満喫してたんだけれども、まあ、森鴎外がまだミュンヘンにいる間の1887年に直次郎は日本に帰るんですよ。でその時さ、鴎外がボロクソに言った同棲相手のマリーは妊娠してたっていうからひどいじゃないか。身重のマリーを残して帰っちゃうんですよ。でその後森鴎外はベルリンに行ってさ、直次郎が羨ましかったのかさ、今度は自分が同じことするんだよね。それでその話を書いたのが今度舞姫っていう小説なんだよ。で森鴎外の場合はさ、原田直次郎ほどさなんていうかうまくやってないから、その女の人が日本に実は押しかけてきちゃうんだよね。それで一悶着起きたりもしてるんだけど、まあそれは置いといて、まあ、このようにドイツでがっつり西洋画、これ本当に向こうの誰かが描いたって言っても分かんないぐらいのでしょ、がっつり本格的な西洋画を学んで1887年に日本に意気揚々と帰ってくるわけですよ、はい、ところがその帰ってきた当時の日本はですね、その欧化政策に対するこの反感から西洋画排斥運動がピークを迎えていたんですよ。でここでその流れを分かってもらったようにちょっとね表をチャートを作ってみたんだけどね、俺が手書きで作ったからね、また字間違ってたら言ってください。明治初期の西洋画と日本画の世界の流れなんだけど、こう西洋画の方は江戸時代にあの例の高橋由一がいた番所調べ所雅楽局があったでしょ。で こっちは割と幕臣、あの江戸幕府の旗本とか御家人の子が多いっていう話はしたと思うんだけど、で明治になってそれを母体にして工部美術学校っていうのができる。工部っていうのは今でいう通産省とかで、それは当時の西洋画っていうのは図面だとかパースだとか記録だとか、そういうなんていうか産業上必要なものと思われてたから、その工部省が美術学校を作って、そこに教授に迎えられたのがフォンタネージっていうイタリア人なんだよ。だからここはイタリア色のバリバリの古典美術を学ぶ学校だったんだよ。ところがこの76年にこれを新設した次の年に西南戦争が起きるんだよね。西郷どんが鹿児島で、うん、起こしちゃうわけで、これで金がなくなるんだよ明治政府で。神戸美術学校のこのフォンタネージとか、あと彫刻の方はラグーザっていうやっぱりイタリア人雇ってたんだけど、雇いきれんぞみたいな、うん、になってきて、78年にフォンタネージ帰っちゃうんだよ。でこの時にフォンタネージを慕う生徒、優秀な生徒が大量に辞めちゃうの。でそんなこともありので、この1883年にこの神戸美術学校閉校になっちゃうんだよ。これがもう本当タイミングが悪かったんだよ。だからこれ西南戦争終わって80年ぐらいになってからこれ開いてればよかったんで、ずっと続いたんで。で83年には逆に鹿鳴館ができてバリバリ西洋化でやってこうよみたいな流れになってるから、ちょうどその世の中がそうなった時にここやめちゃったんだよ。で一方日本画の方はもう江戸時代からの狩野派の流れがあるよね。それで廃仏毀釈とかさ、西洋化が起きてくる中で日本画の伝統を守らんといかんということで、で1874年に留置会っていうのができるんだよ。これあの忍ばずの池のほとりで結成したから留置会なんだけどさ、なんだけどこの中でこの中心人物の一人だったフェノロサ、アーネスト・フェノロサね、
あのこれも親と外国人で来てたんだけど日本美術が素晴らしいっていうことで狩野派に弟子入りまでした。で岡倉天心っていうのがその助手でいたわけですよね。でこの2人がいっぱいまあ仏像を救ったりもしたし、フェノーさんが後に館長を務めるボストン美術館にいっぱい美術品を流出させもしたしなんだけど、このフェノーさんとか天心の一派がいやただ昔のままの狩野派だけ描いてるだけじゃダメだろうと、西洋画の要素とかも取り入れていかないと日本画はもう時代に乗り遅れてしまうぞっていうんで、こっから出て漢画界っていうのを作るんだよね。でここのこれをバックアップしたのは文部省なんだよ、今の文部科学省なんだよ。で一方この留置会この主級派の方はこれに対して87年日本美術協会っていうのを作るわけで、これはこっちが文部省をつけたからっていうんで、こっちは宮内省をバックにつけるんですよ。でこのこっちのいわゆる日本画の審判だね、日本画審判の漢画界のフェノロサとか天心が89年に東京美術学校を作るわけだ。ところがここに西洋画家はないんだよ。日本画と木工ね、彫刻も木工だけ、それから金工、あの金属工芸、それから漆工、あの漆、この学科しかないんだよ。それで西洋画の連中は俺たちも何とかしなきゃいけないっていうんで89年に明治美術会っていうのを作るんだよ。ちょうどこの辺にこの直前87年に原田直次郎が帰ってくるんだよ。で原田直次郎が帰ってきた瞬間には洋画家が作品発表する場がなかったんだよ。でしょうがないから一時この日本美術協会に入ったりもするんだけど、89年にこの明治美術会ができたからここに所属して活動するようになったんだよね。まあそんな流れなんですよ。 ところがですね、1893年に黒田清輝がフランスから帰ってくるんですよ。それで最初は明治美術会に入るんだけど、いやこうイタリア風のねクラシックな古典的な絵ばかりじゃなくてね、もうパリでは印象派が来とるみたいなことで、で洋画の審判として96年に白馬会っていうのを作ってここから独立する。でこの白馬会が東京美術学校の洋画家を作るわけですよ。で明治美術会はその後太平洋画会っていうのになって、でこれは今も太平洋美術会として続いてるのよ。でこの両方の洋画の審判と日本画の審判は今の東京芸術大学じゃない。でこの日本美術協会も今も続いてる。でこの日本美術協会の美術館が上野の森美術館よ。だからこの流れは今も続いてるんですよ。で原田直次はここに帰ってきちゃったもんだから、非常にその中途半端な向こうで最新の絵画を吸収して帰ってきたはずなのに旧派と呼ばれちゃうことになって、しかもこっちの日本画勢の構成がものすごいわけですよ。用が必要ないみたいな、そんな中で活動しなきゃいけなくなったわけなんですよ。この状況を見れば89年に明治美術会ができて東京美術学校は、この1890年にこの絵が描かれた理由も見えてくるんじゃなかろうかと、はい、お大きくなずいたね、はい、どういうことだ。洋画を描いても受け入れてもらえなかないから、うん、日本画っぽく描いた。ああ、それも一つ、うん、あると思う。で実はこの題材を選んだのには理由があって、この漢画界系ね、フェノロサとか天心、この二人が特にフェノロサがむちゃくちゃ推した画家が狩野芳崖っていう画家なんだよ。でこの人をその東京美術学校日本画科の教授にしようということでこれを作ったんだけど、狩野芳崖この直前に亡くなっちゃうんだよ。でその狩野芳崖が描いた作品、名作と言われているのがこれなんだよ。ひぼ観音、どうですか。似てます。似てるでしょう、はい。これが要するにフェノロサとか天心が考える西洋画の要素を取り入れた日本画なんだよ。どう思う、西洋画っぽく見える。いや見えないです。でもね、よくよく見るとこの微妙な陰影とか何よりも空間表現、うん、濃淡による、これやっぱり今までの日本画とは違うんですよ。
でこれはもうフェノロさんがこれこそ我々が目指す近代の日本画だって言って絶賛した作品なんですよ。でこれはまあ、 あの観音様がこれからこう世の中にこう生まれていく子供を見守っているっていうような絵なんだけれども、これはだからこのラインの人が描いた絵じゃないですか、はい、このラインの人がいますよね、はい、このラインの人は伝統的な画題で描くわけですよ。これ誰の作品かというと川辺暁斎なんだよ。で川辺暁斎にもお雇い外国人のパトロンがいて、三菱一号館とか設計した建築家のコンドル、コンドル川辺暁斎に心酔して暁斎の弟子にまでなっているんだけど、暁斎はもういわゆる伝統的な仏画ですよ。でこの木竜に乗ってる観音、これだからコンドルが持ってた作品で なんだよね。日本画旧派の方の川辺暁斎はいやそんな俺だって描けるよ。でちょっとほら意識してさ、こう空間を出そうとしたりしてるんだよね、この竜の尻尾を後ろ薄く描いたりして。そしてちょっと待てと、そんなのは洋画でも表現できちゃいますよっていうことでドドーンと、だからまあ日本画旧派、日本画新派、洋画旧派、ほぼ同じ時を同じくして 1,2 年の間にこの3作品が生まれてるんですよ。で、まあ、特にこの直次郎が直接的に意識したのはこれだわな、この狩野芳害の悲母観音ですよ、うん、でこれね、ただ単に仏画を油絵で描いたっつうだけじゃないんですよ。この龍の描き方とかやっぱりこの西洋画の中の龍の描き方やなんかを取り入れたりしてるし、この2つ見て何かに似てると思わない、和田さん。まあ、観音様なんだけど、観音様なんだけど、他の何かに似てない、他の何かの女性に。ああ外国あのマリア様。そう、おピンポンピンポンなんですよ。だから原田直次郎は明らかにマリア像を意識してるのよ。で西洋画におけるマリア様っていうのもしばしば龍を踏んでるんだよ。例えばこれほら龍踏んでる、これ龍踏んでるマリア像すごく多いんだよ。でこれどうしてかっていうと、ヨハネの黙示録の中でこのマリア様と思われる女性のところ龍が襲ってくるんだけれども退けるんだよね。だからまあ龍を退治したみたいな意味で、マリア様よくこの龍その足元には月があったっていうのもヨハネの黙示録に書いてあるんだけど、三日月と龍踏んでるマリア様の絵って非常に多いんだよ。でもともとその伝統的な画材として、さっき暁斎も書いたようなこの龍に乗る観音様っていうのはあったわけじゃん。だ西洋にも龍に乗るマリア様はあるよっていうことで、でそういうとこ取り入れて油絵で描いてみましたでと、どうですかという話なんですよこれ。でこのマリア様を観音様として描くっていうのは新しいことじゃなくって、これもう昔の隠れキリシタンからずっとやってることなので、マリア観音というものがあって、はい、パッと見は観音様なんだけどよく見るとマリア様っていうのは昔からあるんだよね。だからこれも洋の東西を問わずさ、そういう女性の神様っていうのが必ずいるわけだよ。あの中国はマソっていうのが女編に馬って書くいるでしょ。中国の港のある町に行くと必ずそのマソミュとかマコウミュっていうのがあるよ。横浜にもあるよ、香港にもあるよ。それもやっぱり女の女神さんなんだよ。そのマソもしばしばマリア様と一緒になるんだよね。で観音様もそうだということで、日本画に新しい西洋の要素を取り入れようとした狩野芳害のこの悲母観音と、それからいや西洋のマリア像を日本の観音として描いた原田直次郎のこの西洋画騎馬観音が、まあ、まさにこのマリア観音っていう一点で全部クロスしてるんだよ。だからもうそういうことを踏まえての西洋画でもこれを描けるじゃないかっていう、そういう原田直次郎の主張で描いた作品なんだよね。でこれを
当時西洋画が唯一出品できる場だった内国産業博覧会っていうところに出すんだよ。出すんだけど売れなかったんだよね。で売れなかったもんで自分でそこの護国寺まで持ってって護国寺に納めたんだよ。だからずっとこれ護国寺にあったんですよ。で1979年に国立近代美術館に移された作品なんだよね。だから売れなかった。で売れなかったどころか結構各方面から叩かれたんですよこの作品。でそれをミュンヘン時代の仲間である森鴎外が熱烈弁護したんだよね。でいろんな人に叩かれたんだけど、一人は東大の教授の富山って人がいるんだけどね、その人が、いやお前あんたはね観音信じてるのかと、龍がいるって信じてるのかと、信じてないものを書いてもね人は感動させられないみたいなことを書いた森鴎外が、いや感動っていうのは画家の信仰心関係ないっすよみたいな、西洋の画家がねみんな龍信じてるわけじゃないっすよみたいな、信仰心じゃなくて画家の画力、画家の技術が感動を生むんだみたいなこと書いてた。あと油絵でなんでわざわざこんなね描くんだと、日本の画体描くんだったら日本画でいいじゃないかみたいなことも随分言われたんですよ。可能方外でいいじゃないかと、油絵引っ込んでろみたいなこと言われたんですよ。だから森鴎外はいやお前ら知らんのかと、今ヨーロッパでは日本大ブームだとジャポニスムっていうのがあるぞと、でこの日本がね西洋画に対してねできることがあるとすればね、それはこういう日本的な画題を提供することだと、これはもうみんな今むしろ西洋の画家は日本のこういう画題真似とるぞと、そうやって森鴎外弁護してんだよね。さすが森鴎外はほら日本で初めてゴッホのことを論じた人だから、ヨーロッパのそのジャポニスムのことなんかもよく知ってるんだよね。まあそうやって森鴎外が弁護してくれたりしたんだけれども、まあそんな風にこの原田直次郎洋画排斥運動の中で戦っているうちにですよ、93年には黒田清輝が帰ってきちゃうわけだよ。ここと戦ってたなら身内の方からいやー直さん古くないっすかが来ちゃったわけだよ。参ったなと。でちょうど東京美術学校ができた時に、いや言うてこの人うまいから先生にみたいな話あったんだけど、もうこの頃から原田直次郎は体が悪くなっちゃったね。ここが不幸なとこなんだよ。ちょうどもうこれ書いた直後ぐらいから だんだん体の調子悪くなってきちゃって、かっけとかね神経痛とかねもういろんな病気になったのね。でこれは俺の推測なんだけどね、このかっけに関してはね森鴎外の友達だったのが良くないと思うんだよね。かっけの原因ってわかる？分かんないね。ビタミン不足なんだよ。ビタミン B かなんか不足 なんだよ。でだから当時江戸病って言われてさ、江戸の人にすごく多いって言われたんだよ。でそれは米ばっかり食ってたからなのね。で海軍の方はそれビタミンじゃねえかと言うんで、で麦飯を食うことにしたんだよ。でそのことによって活気が減ったんだよ。で森鴎外陸軍の軍医じゃない、陸軍の方はね活気は伝染病である説なんだよ。それで癌として麦飯認めなかったんだよね。だからね直次郎もね多分ね鴎外にいやあれは飯じゃないとみたいなこと言われて活気悪くしちゃったんじゃないかみたいなあれもあるんだけどね。アーティストはすごく守ってくれるんだけど医者は守ってくれないんだよね森鴎外ね。まあそれでもうあちこち悪くて、多分あと結核も来てるんだよね。で日本初の地質学者のお兄さんも早くに亡くなっちゃってるんだよ。でこの人ももう結核まで出てきちゃって、それで小安神奈川県のそこにね天地療養するんだけれども、そうは言うても森鴎外もう軍のお医者さんの偉い人になってるから、いろんないいお医者さんを紹介してなんとか原田直次郎を助けようとしてくれるんだけれども、それでもかなわなくって、1899年、だからもうこの美術学校できた時にはもう立てない状態だったんだよね。で99年に36歳の若さで亡くなっちゃったということなんですよ。だからまあ話を戻すと、この原田直次郎がどうして
こんなバリバリのね技術を学んできた人がわざわざこういう仏画的な主題を選んだのかっていうと、それはこの日本画の新派の方の狩野邦外の悲母観音が発表されて、いや西洋画なんかに頼らなくても日本画でもう空間表現とかできるみたいなことを言われてたから、いやいやちょっと待ってくださいよ、西洋画の迫力はそんなもんじゃありませんよっていうことを言った雄太郎っていうことでこの作品を描いた。でこれはこういうテーマ、森鴎外も言うようにむしろ西洋人に喜ばれますぜみたいな、これそのために書いた大作だったんだけれども、時代に受け入れられずですね、さらには自分が守ろうとした洋画界の中にも新しい流れが出てきてしまって、それに対応しようとした時にはもう体が病に蝕まれていて亡くなっちゃったと、そういう話なんですよ。だから本当に不幸な画家なんですよね。これだけの力を持っていながら、その十分に評価されることもないまま若くして亡くなっちゃったという、そういう原田直次郎でした。おしまい。はい、はい、原田直次郎さんという方でしたけど、はい、これどうですか。西洋画の要素を取り入れた日本画、私結構好きだなって思って、なんか綺麗だったなって感じてて、日本画新派、狩野邦外の悲母観音が一番なんかあの中だと好きだなって思いました。はい、黄色でなんかちょっと影が綺麗についてる感じ、現代の人が描いたって言っても、はい、ね、通じるというか新しい感じがするよね。しますなんか結構その若手の最近の流行りの画家さんたちがなんか似たような感じの人いるような気がして、あとマリア観音を実際に見たいなって思いました、そっち興味あるんだ。はい、なんかそれこそなんかこの今回の、あの原田直次郎の桐生観音もすごい興味はありました、なんで龍にみたいな人乗ってんだろうみたいな、そういうの好きです。スピリチュアル系。スピリチュアル。スピリチュアル、なんて言うんですかね。龍って難しいですね。龍って難しいなんかよく小学校とか龍すごい上手く描く男の子とかいたような、描きがちだよね。そうですよね、気がするんですけど、実際描いたらこんな難しいんだなって思いました。でも原田さんの龍はちゃんと手なかった。手、あーなんかこう、そう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 確かに描いてないよ。え、で他の絵はこれは何ですか。特に僕右上がよくわかんないんですけど、これはあの使節団がピラミッドに行ったってやつで、ちょっとあまりにもピラミッドと侍たちが衝撃すぎて、似合わなすぎてちょっと印象に残ってたので描きました。なるほどね。じゃあこれはスフィンクスなんですか。あ、そうです、スフィンクスです。なんか2人くらい登ってたんで、あの写真忠実に再現しました。忠実に再現されてるの。はい、これはあのガブリエル・フォン・マックス の、 あの猿と骨格評論、骨格評論、はいはい、え、標本、あ、標本、骨格標本を書いたんですけど、あまりにも自分 の、 あの猿の描けなさにびっくりした。いやでもなんかつぶらな瞳がいい感じですけど、あ、でもあの骸骨の腕、腕と、あ、体、ここら辺は自信作。自信作骨の感じ。骨の感じ。はい。肩甲骨が立派な。はい。野球選手かもしれない。野球選手。当時野球選手いたんかな。あと、あの森鴎外とあんなにズブズブ。ズブズブ。で、あのすごい小説の、なんか、主人公っていうか話のネタになってるっていうのがすごいなって思いました、まあ、当時詩小説とかも多かったから、はい、まあ、身近なものを題材にもするんだろうね。はい、これなんか五郎さん関係のなんか裏話ありますか。五郎さんが手作りの年表を作ってくださって、それがすごい分かりやすくて、本当ね、はい、
あれはあえてもう清書しない方がいいよね、はい、きっとね。そうですね、五郎さんの味で、うん、味があるあの味でね、はい、はい、うん、さて和田さんの PCR 検査がまだ終わらないのでまだ大丈夫かな。あのいつもこの番組を技術面で支えてくださってます和田の後輩ってとこがすごいよ ね、 すごいですね若本さんが今日はちょっと、はい、よろしくお願いします。ツイッター務めてくれますけども、何そういう和田が託されたの。そうなんです、今日はこちらの絵をちょっと預かってきました。はい、はい、お黒田関小判、こちらは若本見たことあるでしょ。あります、ね、はい、もう教科書に必ず載ってるし切手とかにもなってるし、うん、有名な絵ですけども、はい、はい、これはあの重要文化財。あ、これ重要文化財になってるんですよね、うんうん、なんか日本美術のイメージが強かったんです、重要文化財って。ああ確かにね。でもこれは西洋画、まあ、西洋画なんですよね。西洋画もあるよ、前紹介したあの原田直次郎の桐生観音とかも十分。ああ確かに。石田流星の霊光像とかも十分だし、ただこの人黒田清輝は十分が3つもあるんだよね、うん、ちょっと多いちょっと多いちょっと多いし、これに関して言えば後から出てくるもう一つ重要文化財の舞妓っていう作品があるんだけど、うん、舞妓と意味合いが被ってる。これに関してはどうなのかなっていう気は、確かによくよく見るとちょっと黒田清輝多くないかっていう気はすると思うんですよ。この絵は若本はどう？好き？好きですね。結構なんか綺麗な絵だな。綺麗だよね。色合いとかも結構個人的に好きだな。個人的には、うんうん、これだから日本人好みなんだよ。で、まあ、涼しげな感じがよく、でこれ今湖畔っていう題名だけど、もともとの題名確か秘書なんだよ。秘書、秘書、うん、これあの芦ノ湖の箱根の芦ノ湖の湖畔で、このモデルになったのは後に黒田清輝の夫人になるあの芸妓さん、この当時芸妓さん種子さんって、結婚したと確か照子さんって変わるんだけど、芸妓さんと箱根にしけ込んで芦ノ湖畔で、まあその涼しげな空気感出てて悪くない絵だけど、特別家でもねえんじゃねえかって俺気はするんだよねこの時代家はもっとあるぜとも思うんだけど、まあなんでこれ十分なのか、しかもちょっとその舞妓と意味合いかぶってんのになぜか、なんで黒田清輝3枚もあるのかって、これ一言で言うと、もう作者が偉いからですよ。え、ああ黒田清輝が偉かったから、偉い人だ。だってね、見た目が偉いもん、ほら。確かにそうですね。これこの写真見たら普通これ政治家か銀行の頭取だろこれそう思います。何しろほら東京美術学校、今の東京芸術大学西洋画科の初代教授ですよ、はい、生徒からメートルと、フランス語でマスターですよ。生徒たちは黒田清輝のことをメートルと呼んでたそうですよ。で森鴎外の次の第二代帝国芸術院院長ですよ。まあ、フランスで言えば美術アカデミー会長ですよ、にもなって、その黒田清輝の作品だからですよ。実際この人は子爵ですね、家族様で貴族院議員も務めたという、政治家もやったっていう人ですから、もう顔つきが画家の顔じゃないですよこの人ね。で、あのよく若者たちもあれだけど、日本史のよくこれが出てきてね、この人がなんか日本の西洋画の開祖みたいに思われてるんですよ。そういうイメージありますね、うん、その芸大の洋画科の最初の教授だしね。だけど黒田清輝よりも前にも優れた日本人の洋画家っていうのはなんぼでもいるわけですよ。この番組でほらあのチャンネルでやった前、ほら鮭の鮭描いた高橋雄一もいるしさ、はい、それから桐生観音の原田直次郎もいるじゃない、はい、ドイツで勉強してきましたよ。そういうあの江戸時代の番所調べ所雅楽局、それからその系譜を継いだあの工部省が、今の通産省がやった工部美術学校出身の、まあ、どっちかというと徳川幕府幕臣系のそういう優れた洋画家が何人もいたわけですよ。で中でも、まあ、あのこのチャンネルでね、機会あればまた紹介 したいんですけどね、五世代吉松っていう人がいるんですけど、この人はもう日本人で初めてフランスのサロンに入選した人なんですね。結出した才能の
人がいたりしたんですよ、はい、なのになぜ、まあ、五世代吉松とか原田直次と比べれば、まあ、原田直次は早く死んじゃったけどさ、五世代吉松は生きてるよ、日本に帰ってきてたよ、年も若くて、まあ、才能もうーんって感じのって言うと怒られるんだけど、黒田清輝がですよ、そういう並み居る幕臣系の優秀な洋画家を置いて、この人が初代のその東京美術学校西洋画家の教授に選ばれたんだろうかっていうねとこなんですけども、はい、一つはこの人がフランスで印象主義を学んだというかかじってきたからなんですよ。でそれはこの絵なんかにもよく現れてるんですね。いわゆる影を黒く描かないみたいなところとかね、よく現れてる。もう一つはこの人がまあ子爵だったっていうことも分かるんだけど、薩摩藩出身なんですよ。これが大きかったんじゃないかなっていう気がするんですよね。だからそういう意味で、あの前もちょっと言ったかもしれないんですけども、俺は1896年の東京美術学校洋画家設立が日本の洋画界の明治維新だと思ってるんですよね。でそれがどういうことかっていうのを、じゃあこの黒田清輝のちょっと人生を通じて見ていこうかと思うんですけども、この人はさっきも言ったように、まあ、1866年に薩摩で生まれたわけです。鹿児島県ですね、今のね、はい、それでこの人おじさんがあの黒田清綱って言って、まあ、明治維新の功労者っていうんで、いわゆる元老っていうのになってて、子爵だったんですよ、はい、でその人おじさんとこの養子に入って、72年6歳の時に上京するんですね、はい、それでお前は法律を学べみたいなことになって、で当時その日本はフランスの法律を勉強しようっていうことになってたから、はい、今の東京外国大学の元になる東京外国学校でフランス語勉強して、で法律勉強するために18歳の時にフランスに行くわけですよ。ところがその行った先のフランスで2年後の86年にもう法律嫌だと、画家になりたいと急に、いやもともと絵が好きだったんですよ。もともと絵が好きで習ったりもしていたんですよ、はい、だけどまあ法律勉強しに行ったフランスで急に画家に転身して、でラファエル・コランっていう画家に弟子入りするんですよ、はい、なんでそのどう見ても画家の顔じゃないこの人が法律やってた方が良さそうだこの人が画家に転校して、でラファエル・コランってあんま聞いたことない画家のところに弟子に入ったのはなぜかってことなんだけど、ここはね、実はその神戸美術学校出身の2人の画家が関係してるんですよ。で1人は山本芳水って人なんですよ。でこの人はまあ神戸美術学校を中退して1878年にパリ万博の事務局員としてフランスに行くんですよ。でエコール・デ・ボザール、フランスの国立美術学校で勉強して、この人はあのジェロームっていう、まあ、当時のフランスアカデミーの重鎮に学んだのね。で芳水がどういう絵描いてたかっていうと、フランスでもうこういうバリバリに古典的なこういう絵が描ける人だったんですよ。でこの山本芳水絵も上手なんだけど料理がうまくて、でもう板前並みの腕前で、当時のパリにいる日本人は日本料理が食いたくなるとこの山本芳水のところに行ってたんですよ。それで黒田清輝も当然もうその頃パリにいる日本人なんて数限られてるから山本芳水とか行ってたんだけど、でほら自分絵好きだからさ、いや自分も絵とかやりたいですよなんつって、こんなの描きましたとかってやってた、いや君画家になった方がいいんじゃないかと、この山本芳水が、この人が勧めたんですよ。あとこの山本芳水と一緒にパリ万博の事務局員として行ってた林忠正っていうのがいるんだけど、この人の後にほらパリで浮世絵をバンバン売ってゴッホやなんかに浮世絵売ってた人なんだけど、その人もいや画家の方がいいよって言って散々この人に勧めるんですよ。でこの人はもうすっかりその気になっちゃって、わしは画家になるって、で画家でね、絵で洋画で私は日本の役に立ちたいみたいなことをお父さんに書いて、ふざけんなって言われるんだけど、この山本芳水が先に日本に帰って黒田清輝のお父さん、まあおじさんなんだけどを説得してくれるんですよ。お宅の息子さんは画家になった方がいいです。この山本芳水がやけに黒田清輝のことを買ってるんですよ。だからこの画家に転向した理由は
この山本放水とか林忠政とかが進めたからなんですよね。でじゃあなんでラファエル・コランっていうねあんまり聞いたことない画家のとこに弟子入りしたのかなっていうと、そこにはですねもう一人その神戸美術学校出身で結構忘れられた画家がいるんですよ、はい、藤画像っていう人なんですよ。あの植物の藤に画は雅に山と書いて正像じゃなくて画像と読むんですけど、はい、この人は実はですねさっき言ったその後世田義松の次に日本人で2番目にサロンに入選した人なんですよ、うん、どういう絵描いてたかっていうとこれ最近アメリカで発見されたんだけどやっぱ抜群にうまいですよ、うん、神戸美術学校出て神戸省の技師としてフランスに1885年に渡ってで日本人として2番目にサロンに入選した人なんですけども、でこの人はフランス人のモデルと結婚してでそれでどうもうまくいかなかったんですよ、それで夢破れてアメリカに渡るんですよ。もうフランス嫌だっつって、はい、アメリカで陶器の絵付け職人になって、はい、でそれでもうずっとアメリカで暮らしてアメリカで亡くなって、だから画家としては忘れられちゃった人なんですけれども、この人がその1885年にフランスに来た時にたまたまリュクサンブール美術館っていうところでそのラファエル・コランの絵を見て俺はこの人の弟子になりたいと思ったわけですよ。でこの人のところに弟子入り頼みに行きたい、だけどフランス語俺あんまりよくできないと、その時にフランス語よくできる日本人がいるよって紹介されたのが黒田清輝で、この藤画像がラファエル・コランに弟子入りするのの通訳をしたんですよ。でこの藤画像は日本の工部省時代弟子に久米慶一郎っていう人がいるんですよ、はい、この人は肥前佐賀県の出身なんだけど、その久米慶一郎が師匠の藤画像を追って86年にフランスに来るんですよ。それでその久米慶一郎も師匠の藤画像と同じラファエル・コランのとこ入ろうと、でちょうどその時にこの人も画家になろうと決意してたから久米慶一郎と一緒にラファエル・コランの門下に黒田清輝が入ったんですよ。だからなんでラファエル・コランのとこ行ったかっていうとこの人のせいなんですよ。でじゃあそのラファエル・コランがどういう画家かっていうと、これが微妙な画家なんだよ。他にもいるだろうっていうそれなりに活躍してた画家なんですよ、はい、それなりに活躍してた画家なんだけど、今例えばそれこそフランス版のウィキペディア見ても主な役割は日本に洋画を伝えたって要するに黒田清輝たちを教えたっていうことがあれなんだよね。あのラファエル・コランの作品こんな作品なんだよ。なんだかなっていうまあ悪くもないけどどうなのっていう作品で、この人はこういうそのアカデミズム系のこういわゆる古典的な絵を描くんだけど、こういうとこにほらちょっと印象派の筆色分割とか入れてるんだよ。で一応その外の光でね描くとかこういうちょっと筆色分割的なタッチ入れるっていう、その古典的な古典絵画と印象主義の折衷派みたいなのをやってた人なんだよ。折衷主義っていうやつなんだよ。まあよく言えばね、悪く言えば非常に中途半端な画家なんだよだけどこの中途半端な画家に逆に弟子入りしたおかげで黒田清輝とかは印象主義っていうものに行けたんじゃないかと思うんだよ。だってそれまでのまあ日本の絵の主流はずっとこういうやつじゃないですか。でまあ黒田清輝もまあこういう絵を学ぼうと思って行ってるわけですよ。がいきなり向こう行ったら印象派がいるわけですよ。いきなりはいけないけど、こんぐらいこれなら分からなくはないよっていう。だから印象主義への入り口として良かったんですよ、この中途半端さが多分。それでこの後あのパリの近郊のねグレールってとこにね、そのフランスで印象派が出てきたっていうんで結構世界から印象派リスペクトの画家たちが集まって、暮らしてる村があったんですよ、はい、そのグレールっていうとこに行ってかなりその印象主義的な絵を黒田清輝も描くんだけど、やっぱり完全にいけないとちょっと取り入れるぐらいがいいねみたいなところに落ち着いて、でこういう絵をこれ黒田清輝ですね描くようになるんですね。でこれで黒田清輝はフランスのサロンで初めて入選するんですよ。だからこの逆光表現とか
こういうちょっとタッチの使い方とかにちょっと印象主義を取り入れてるけど、基本やっぱ古典的な、古典ベースで光や色彩の表現だけ印象主義を取り入れるみたいな、こういう折衷様式で来たんですよね。ただそれ以前のこのやっぱり山本芳水とかのこの完全に古典主義的な絵画に比べると、やっぱり光や色彩的には新しいですよ。この人たちはやっぱりそこ行けなかったんですよ。この人たちが行った時にはもう印象主義出てたけど、いや自分たちこの絵を学んでこういうのを学ぼうと思ってフランスに来て、それであのモネの印象日の出みたいなの見せられてもね、それじゃあ逆にフランスに来た意味ないじゃないかぐらいの感じだったんだけど、黒田清輝はいやそこもちょっと取り入れていきましょうよみたいなことで、この折衷主義っていうのが悪く言えば中途半端だけど、よく言えば非常になんていうかな、効果的に働いたんだよね。それで、まあ、これでサロン入選して自信をつけて、それでこれが長笑っていうやつなんですけどね、これを1893年に書いて、これが国立美術協会展みたいなところに入賞するんだよ。それで黒田清輝曰く、これは私にとっての卒業試験であると。でこれがその国立美術協会展に入選したということでね、もうこれで私のフランスの修行は完了したって言って、それでこの93年に日本に帰ってくるんだよね。だから86年に画家になろうとして、そこから7年はみっちりやって帰ってくるわけですよ。それで日本に帰ってきてすぐに京都に行って描いたのが、これがさっきから言ってるこのもう一つの重要文化財の舞妓っていう絵なんですよ、はい、でこれはもうこの辺の水の描き方とか光の表現とかに印象主義が取り入れられてるんですよね。だからこの作品はその日本人が印象主義的な色彩とか光の表現で日本人を描いた初めての絵ではあるんですよ。だからこれはそういう歴史的な意味で重要文化財になるっていうのは非常に理解できる作品なんですよ。日本人初の印象主義的に描かれた初めての日本人なんですよこれ。だからその意味ではこれとこれは意味がダブってんだよね。これもある意味印象主義的なあれで描かれた印象主義的な表現を日本の風土に完全に根付かせたって言って、これも重要文化財になってるんだけど、はい、もうこの時点で黒田清輝はそれをやってるってことなんでね、帰ってきてすぐにこれをやってるわけですよ。でこれでもうそのいわゆるこの人は外交派、あるいは印象派のモネなんかのように影を真っ黒に描かないで紫で表現していくってんで紫派とか呼ばれるようになっていくんですよね、はい、であの黒田清輝をやたら評価してたこの山本芳水、はい、この山本芳水はもう黒田清輝のことすごく評価してたから、お前帰ってきたら俺の画塾とか全部譲るって約束してたんですよ。で約束通りですよ、この山本芳水は日本に帰ってきてね、画塾聖光館、あの生生きるという字に匠という字、聖光館っていうのをやってたんですけど、はい、それを黒田清輝が帰ってきた翌年の1894年に生徒ごと譲っちゃうんですよ、それで黒田清輝はその一緒にラファエル・コランのところで学んだその久米慶一郎と一緒にその聖光館を天心道場って名前を変えて、そこで生徒たちの指導を始めるのね、はい、でちょうどその頃原田直次郎は病気になっちゃってて、原田直次郎のところであの勉強してた和田栄作っていう人ももう原田の尚美館が教えられなくなっちゃったかって天心道場に来たりとかするようになっていくんですよ。だから日本洋画界の明治維新っていうことでね、この黒田清輝が西郷隆盛薩摩のだとしたら、この江戸城明け渡しをした勝海舟は山本芳水なんだよ。なるほど。で山本芳水が明け渡しちゃったんだよ、もうこれからは君らの時代だって言って、それで天心道場でこういう新しいこれからの西洋画はこうなるぞって言ってこういう絵をみんなに教えていって、でそのさらに次の年の1895年に第2回明治美術会、あの明治美術会っていうのは神戸美術学校出身者たちが作ってた会なのに、あの前にこうチャートを、はい、出したあれを思い出してほしいんだけども、そこの展覧会に黒田清輝、久米慶一郎、そして天心道場の一派がこういう作品をドーンって出すわけですよ。それでこの人たちは
その外交派とか紫派とか新派新しい派と呼ばれるわけですよ。でそれに対してこの山本芳水とかのこの古いアカデミックな洋画を描いてた人たちはですね、旧派、ヤニ派、ヤニっぽいからなんか茶色っぽいじゃん、旧派とかヤニ派って呼ばれるようになるんですよね。それでなんとなくその対立がもう明らかに違うじゃないかということで、この人たちがもう明治美術界から別れようってなって、で96年に明治美術界を脱会して白馬会を結成するんですよ。それでその翌年の1897年の白馬会展っていう白馬会の展覧会を開いた時に出したのがこれなんですよ。確かにヤニ派とかから比べると新派なんですよこれ。でじゃあその頃に山本芳水たち旧派ヤニ派がどういうのを書いてたかっていうと、こんなの書いてるわけだよ。浦島図、浦島太郎がほら竜宮城から帰ってくるとこだよ。この対比なんですよ。紫派だろ、ヤニ派だろ、絶対でやっぱりこれに比べたらこっちの方が新しいでしょ、はい、やっぱり旧派で新派なんですよ。でこれほら原田直次郎の気流観音なんかもそうなんだけど、幾度たち先に帰ってきた人たちは何をやってたかっていうと、西洋の古典絵画的な技法で日本の歴史画を描こうとしてるんだよ。だから洋画で仏画を描いたのが、まあ、気流観音じゃないか。で原田直次郎もあと山田のオロチ、スサノオの山田のオロチ退治とかさ、そんなの描いてるわけで、これも浦島太郎とかさ、要するにギリシャローマ神話とか聖書じゃなくって仏画や日本の神話を西洋画で描いていこうと、ね、でそれはあの原田直次郎の親友の森鴎外がそれが逆に西洋画に新しいテーマを与えるんだと、そこに日本人が洋画を描く意味があるんだと、これ日本人にしか描けないだろう浦島太郎なんてって、これを西洋人が見たら新しいなって思うぞという理屈で、この人たちは日本の歴史画を古典的な技術で描いていたわけだよ。で確かにこれはある意味森鴎外が言うように西洋人は面白がるんだよ。だけど日本人から見ればいや、この人は浦島太郎はもう日本画で描こうよっていうなんでわざわざ洋画で描かなきゃいけないんですかっていう話なわけですよ、ね、でそれに比べてこちらはそうじゃない、いわゆるその西洋画の手法でもって、まあ、日本の今を描いていきましょうよって、この今を描くっていうのもやっぱり新しいわけですよ。ロマン主義以降の流れですよ。印象主義の人たちも今の風俗を描いたじゃないですか。でちょっとその印象派的なタッチも入れていきましょうよってなるわけですよ。だからこの2つを比べるとね、この旧派のあれっていうのは日本人からしてみれば浦島太郎かって、日本人からしてみれば月並みだけど、西洋人が見ればこれ新しいんですよ。なるほど。でこっちは西洋人から見ればなんか印象派のパチモンじゃんなんだよ。だけど日本人から見れば新しいんですよ。逆なんですよ。こっちは日本人が見れば月並みだけど西洋人に新しい、こっちは西洋人が見ればのサルマネだけど日本人が見れば新しい。でやっぱりこっちが勝っちゃったんですよ。やっぱこっちが受けたんですよ、こっちの方が。しかもですね、こっち側が日本の西洋画をその後教えていく東京美術学校洋画科の主流になっちゃったわけですよ。黒田清輝と久米啓一郎が初代の東京美術学校教授になっちゃったわけですよ。で山本芳水がね、その自分の成功感を黒田清輝に譲った時にね、言った有名なセリフでね、お天道様が出れば行灯はいらないって言ったっつんだよ。わかる？行灯ってわかる？若元曇り違う、やっぱり行灯ピンときてなかったよな今。俺もそんな気したんだよ。あのほらこういう和紙みたいなの貼った四角い中にろうそく入ったのあるだろう。ろうそくじゃなくて電球になったやつは旅館とかにたまに寝床の横に置いてあるだろう。あれあのこう木のこういう枠があって和紙が貼ってあってなんか電球入ってるみたいな、あれは昔当然ろうそくだったわけだよ。
あれがアンドンだよ。でお天道様は分かるか、はい、太陽ね、太陽。だから太陽が出ればアンドンはいらないと大和放水が言って、その自分の塾を譲ったっていう話があるんだけど、この話よく才能の問題だと思われてるんだよ。要するに黒田という本物の才能が出てきたら、自分たちのようなね、あれはね、まあ所詮人工のアンドンだと、いらないだろうみたいな才能の話だと取られてるんだけど、俺必ずしもそうじゃなくって、本当に文字通り、文字通りの光の問題なんじゃないかっていう気もするんだよ。この人たちは本当にお天道様の光で書いてんだけど、この人たちは古典的なあれはやっぱアトリエ絵画だから、アンドンの光で書いてんだよ夜。だから本当にまあ才能のことも言ってるっていうのもあったかもしれないんだけど、俺才能でいけば、画家としての才能でいけばこっちの方が上なんじゃないかぐらいに思う時もあるんだよね。本当にその例えじゃなくて、例えじゃなくて、こっちはお天道様で書いて、こっちはアンドンが書いて、お天道様が出りゃお天道様の勝ちだっていうことで言ったんじゃないかとも思うんだけど、まあいずれにせよですね、こっちが主流になっていく。そしてこの人たちがさっきも言ったように東京美術学校の教授になっていくんですよ。でこれはもう薩摩と肥前で占められるんですよ。黒田は薩摩でしょ、で久米桂一郎は肥前、それで助教授に選ばれた和田栄作と藤島武次は薩摩なんだよ、はい、で岡田三郎助は肥前なんだよ。だ薩摩と肥前しかいねえじゃんみたいな。だからこれ日本洋画界の明治維新っていうんだけど、これがどうしてそうなったかっていうと、ここはねやっぱり単に才能の問題だけじゃなくって、やっぱりね当時松方正義内閣なんだよね、薩摩出身の、はい、あと文部省っていうのが伝統的に薩摩閥なんだよ、はい、でその前のこの旧派の人たちは工部美術学校出身でしょ、はい、工部省、今でいう通産省がやってた技術としての美術を教えてた学校で、それに対して今度は文部省が作るわけじゃん。でやっぱもうそのやっぱり縦割りがあるよね、工部省と同じじゃまずいぞと、文部省は文部省でやりますよってなった時に、やっぱりじゃあ工部出身の流れは切ろうっていうことになったっていう、そういう政治的な理由もあって、やっぱりこの人たちが中心になったんじゃないかと、これは俺の推測だけど思うんですよね。でまあそれはまあしょうがない。でも結果としてまあ、文部省による日本の洋画教育っていうのはね、ラファエル・コランっていうすごく微妙な画家に学んだ、だってこの久米桂一郎と黒田が学んだから、その後の確かね和田栄作とか岡田三郎助もラファエル・コランとこ行かされちゃってるからねお前もコラン先生とこ行って学んでこいみたいなこと言って、そういう非常に微妙な画家に学んだ薩摩と肥前出身の人たちが日本の美術教育っていうのを始めたんですよ。でその結果いくつかの歪みが生じたんですよ、一番最初の土台のところで。一番の歪みはこの印象主義っていうのは、もともとはその反アカデミズム運動として生まれたもんじゃないですか。こんな絵ばっかり描いとっちゃいかんよっていうところから、まあフランスで印象主義が出てきたわけじゃないですか。ロマン主義が出て、写実主義が出て印象主義になったわけじゃないですか。でサロンっていうねアカデミーの画家が支配している展覧会に頼らないで自分たちで展覧会開こうって言って印象派展を開いたのが印象派の始まりじゃないですか。その反アカデミズムのあれを学んできたやつらが美術学校っていうアカデミズム側に回っちゃったっていう、ここが一つ歪みなんだよ。でもう一つは、まあ、さっきも言った西洋人が喜ぶ西洋画よりも日本人が喜ぶ西洋画を撮っちゃったっていうところなんだよ。でこのことによってある意味日本の洋画ってガラパゴス化しちゃうんだよね。要するに国際的な評価よりも国内の評価の方が優先されていくようになってくんだよ。この問題ずっと続くんだよ。これまたあのお金が貯まったらやりたいんだけどさ、藤田嗣治っていう画家がね、その日本画的なこう平面的な表現とかを取り入れてパリで大ブレイクしたわけで、世界に認められたわけじゃないですか。
でもう日本でみんなに褒めてもらえるだろうと思って帰ってくるとボロクソに言われるんだよ、うん、その日本的なものをね、売り物にしてね、ただ珍しがられただけじゃないかと、そのなんか珍しいものとして評価されただけだみたいなこと言うわけ。それと同じなんだよ。これも多分当時は向こうで評価されただろう。だけどこれが評価されても単にこれは変な文化の文明の遅れた国のね、変わった風習が珍しがられてるだけだみたいな。じゃあこれがヨーロッパで評価されたかっていうとされないよ。なんつったらいいのかな、これねずっとある問題なんですよ。黒田清輝もさすがにそこは気がついてるんですよ。だから美術学校ではいきなりこれはダメだと、ちゃんと古典的なデッサンをやらなきゃあかんっていうのは一応そういう教育をしてるんですよね。だから今でもまあ芸大はそういう古典的なところをちゃんと抑えた教育をしてると思いますよ。で自分自身もこれじゃあやっぱ画家として一流じゃないっていうのは思ってるんですよ。で黒田清輝の言葉で言うとこれはスケッチであると、はい、で絵っていうものはねただのスケッチじゃダメだと、ちゃんと構成っていうものをしてなんかその抽象的な概念を表現できるようなそういうものが本当の作品なんだと、これはただそこにあるものを写してるだけじゃないかということは黒田もずっと思ってるんですよ、うん、それでその黒田清輝の言葉で言う構想画っていうんだけど、構想画っていうものを描かなければ本物の画家じゃない。でこの作品を出した白馬回転にそれが黒田が構想画として出したのがこれなんですよ。これが黒田清輝の3枚目の重要文化財、知感情ってやつなんですよ。この知性と感情、感覚と情ね、情け、それを3人の女性で偶意した偶意画ですよ。こういうものが構想画であると。どれが知でどれが感でどれが情なんだみたいな話なんだけど、パッと見て何を書いてるんだろうって、こっちが十分の方が納得いかない若者的には。どっちか一つ重要文化財に指定してくださいって言って、左の方ですね、こっち行くんだね、やっぱね。島崎さんは僕意外と右好きですね、で黒田清輝が本当にやりたかったのはこっちなんだよ。あと日本の歴史画みたいなのもね、黒田清輝なりに構想画として完成させようとしてて、昔語りっていうシリーズを構想したりしてるんだよ。だけどこれウケないんだよ。これで裸で問題になったっていうのもあるけど、裸のこと置いといてもこっちはウケないんだよ。こっちばっかりウケるんだよ。で最終的に黒田は結局こっちが多くなっちゃうんだけど、本当はやりたかったのはこれなんだよ。でこの作品1897年の白馬回転に出してるんだけど、その後さらに過筆修正して1900年のパリ万博に出品してるんですよ。これも出してるんですよ。でパリ万博でこっちが銀賞を取るんですよ。だけど日本ではこっちが人気なんですよ。でここですね、この歪みなんですよ。でこっちはだからある意味国際的な評価を得たわけですよ。この背景が全くないとかね。どうしてこれ国際的な評価を得たっていうと、これがやっぱり日本的だと思われたから評価されたんですよ。これは日本人にしか描けない洋画だと思われたから評価されたんですよ。だけど日本国内ではそれはいいと、こういう方がなんかハイカラでいいんじゃないみたいなことなんだよね。だけどこれは向こうに持っていくと、いやこれは別にこっちの人が日本行って日本の女の人描けばこうなるよみたいな、フランス人が日本行って日本の女の人描けばこんなもんだよみたいな、つまり真似じゃんみたいなことになって評価されないんだよね。だから黒田清輝はそれじゃダメだっていうことは分かってたし、それをやんなきゃと思ったんだけど、結局あのメートル試写区黒田正規ですらさ、もうこっち行くしかなかったんだよ。だ結果やっぱりこっちの絵ばっかり多くなっちゃったんで、この人こんな顔してんだから普通はこっちだよ顔的には
だから本人もメートルもこっち行きたかったんだけど、何度言っても分かってもらえみたいな、結構そこはこの人愚痴ってんだよ。で結局こういうスケッチ的な作品ばっかりが多くなっちゃったっていうね、これなんですね。これはもうそのやっぱり東京美術学校ができた時から、黒田清輝の時点からこの悩みっていうのは始まってるんだなっていう気がしますよね。だからその後も藤田嗣治が同じことでやっぱり苦しんで、結局は日本を追われるわけだよね。藤田嗣治は私は日本を捨てたって言われるけど、そうじゃないと、日本に捨てられたんだって本人は言ってるんだよね。だこれ絵だけの問題じゃないっすよ若本君。これね、日本すごいってやたら言いたがるくせに、日本人として認められるの嫌なんだよね。西洋人と同じになりたいんだよね。なるほど、そうですね、うん、西洋人と同じだと思われたいんだよ。でそれをやってる限りはでもサルマネにしかならないんだよ。そこは難しいとこですよ。みんなそこで、いや日本人が洋画やるんだったらやっぱり日本人にしか描けない西洋画を描くべきなんじゃないかと思うんだけど、それはあんまり評価してもらえないんだよね。なんかもっとたの西洋っぽいことしてくれませんかみたいなこと言われちゃうっていうとこなんですよね。だからこのあたり今でも続く、村上隆とかも同じことで叩かれたりしてますから、今も続くこの問題っていうのはもう黒田清輝の時から始まっていたっていうことですね。まあそんなことも含めての重要文化財ということでいかがでしょうか。はい、本来だったら向こうなんかでもさ、ここからさ、ここまでの間にはさ、まあ、ロマン主義とかあってさ、写実主義とかあってさ、いろいろあってここへ来てるわけやな。一足飛びにここ行っちゃったよね。こういうところでもう平行で受け入れちゃって、印象主義とこれを折衷してこうなっちゃったとこから始めちゃってるから、やっぱそこも一つ歪みの原因なんだよね。俺は個人的にはやっぱりまずここを終えてから、遅れてもいいから、そこから日本独自のじゃあここからどうしていくかっていうことをもうちょっとじっくりやっていった方が良かったんじゃないかなっていう気はするけどね。まあ、これ絵画教育だけじゃないよね。日本の西洋化っていう明治維新のあれってやっぱ基本全部突貫工事なんだよね。だからすごいと、日本はねちょんまげ言ってたところからね、もう 20-30 年で、ね、近代国家の仲間にして日本はすごいって言うんだけどさ、やっぱね突貫工事ですよ。いろんなところをまあ以下で来ちゃってるから、土台がいい加減なんだよ。やっぱシャブコン打った土台みたいなもんなんだよ。やっぱり土台が歪んでるから、その上にどんなあれ立ててもやっぱどっかで歪みが出てきちゃう。ものによってはもう進めば進むほど歪みがでかくなっちゃうっていうところがある。だからもう一回本当は土台から見直さなきゃいけないんじゃないかなっていう気がしますけどね。はい、はい、ここはちょっと和田さんお休み会ということで、はい、ちょっと熱で行けなかった熱で、ね、会で、はい、無事すぐ帰ってこられて、はい、よかったですけども、はい、まあ、でも皆さんにね温かいコメントをいただいて、いや、はい、本当にありがとうございました。質問の時の会でコメントがすごくいっぱいくださって、ありがたい限りで嬉しかったです。ありがとうございます、うん、もしかしたら五郎さんへのコメントより多かったみたいな回に限っては多かったかもしれない、うん、ありがとうございます。皆さんありがとうございます。ありがとうございます。でも編集は、はい、まだが頑張ってくれたということで、はい、はい、動画編集して私は聞いてみて、うん、なんか法律を勉強最初してたのに、うん、そこから画家になるって決意したのってなかなか真逆な世界というかすごいなって思って、なんかあと印象主義を取り入れて日本人を描いたのも初めてっていう話もしてて、決断力っていうか、その初めてのことっていうかけ離れたことをやってみるみたいな力を持ってるすごい人なんだろうなって思いました。うんうんうん、それでなんか
また諦めちゃうんじゃなくて最後まで突き詰めたっていうのは偉いよね、はい、すごいですよね、うん、それでいてその画家の世界でこんなすごい人になって、うんね、重要文化財も3つあって、うん、すごい人だなって思います、うん、ということで黒田清輝を描いてくれてるんですね。あ、はい、黒田清輝描きました。はい、この黒田清輝はそんなに偉そうではない。あ、本当ですか。偉そうですか。ね、なんか垂れ目すぎちゃったかな。そうね、ちょっといい人っていうか弱そうな感じになってるのかな。なんかゆるキャラみたいになっちゃいました。うんうん、もう黒田清輝は分かったんですけど、はい、これは、うん、あの山本芳水が、うん、あの日本食作るのがすごい上手で、あみんながあの山本芳水とこ行って、うん、日本食作ってみたいな感じだったっていうのが印象に残ってて、うん、確かに日本食作るの上手そうな顔してるなって思って書きました。風の、はい、でもそれ書いてあるのは僕なんか小判とかなんかお金が光ってるのかと思ったらじゃあお寿司ですね。はい、お寿司です。ちょっとうまく書けなかったです。お寿司作ってたのかな。何作ってたのかね。日本食って言われたらなんかお寿司しか思い浮かばないんですけど何ですかね。何作ってたんだろうね、はい、当時ね。気になりますね、うん、あと、はい、あの浦島図が結構やっぱり好きで、あヤニハってすごい名前の通りの色合いしてるなって思いましたね、うんうん、名前つけた人すごいネーミングセンスあるなと思って。わかりやすいもんね、はい、見たまんまだしね、はい、でも浦島図やっぱり好きなんですね。好きですね。面白かったです。面白かった、はい、でも同じ日本人から見てもなんかあ、浦島太郎って絵で見るとこんな独特なんだっていう。確かにそうですよね、うん、なんかあんまりそのなんか海の上にいる図って考えたことがなかったので、うんうん、ね、はい、竜宮城って海の中っていうイメージだしね、はいはい、で黒田清輝重文が、3つあったってことですけど、はいはい、和田さん的には一番好きだったのは。私はあの舞妓さんの、ああこれが一番好きだった。はい、色合いがやっぱなんか結構はっきりしてるというか、うん、印象派だなっていう感じがすごい感じるのと、うんうん、モネっぽさ、うん、なんかか綺麗だなって思って、それとこの赤の対比というか、あより赤が際立ってる、はい、綺麗な着物に見えます。うん、なんか髪の毛にも、うん、なんか緑とか、あ緑入ってる、はい入ってます。すごいいろんな色使ってるなって思います。これが十分は納得かなと思います。はい、じゃあ、湖畔よりも、はい、湖畔より私はこっち派です。うんうんうん、印象派ってもう今までの動画でいっぱい出てきたから、はい、なんかそういう人たちの影響が、まあ、この人に来てるっていうのはちょっと、あ、つながりを感じていいなっていうか、はい、このチャンネルでやってるのって大体何かしら絶対つながるんだなって思いました、ね、はい、なんかそういう美術史って過去からね、現在までつながってるっていうのはやっぱ面白いのかもね、はいはい、